英彦山花園スロープカー英彦山花園スロープカーは福岡県田川郡添田町の彦山にある英彦山神宮法兵殿にアクセスするために設置されたスロープカーである2005年10月に開業した添田町の指定管理者である財団法人彦山勤労者福祉協会が管理運営している国指定重要文化財である道鳥りから 乗り換え駅となる花駅を経て、栄彦山花園の中を進みながら、国指定重要文化財である、栄彦山神宮方平殿までの全長849メートルを走っており、それまで石段の表参道を歩いて1時間以上かかった地点をおよそ15分で結んでいる。スロープカーの開業により、乗客数が開業から約半年で10万人を超えている。スロープカーは、 過保製作所製のラックピニオン式、斜面走行モノレールであり、日本最大級である。花駅は、廃校となった英彦山小学校の校舎を利用しており、オープンギャラリー、彦山には、一般人の作品、山伏文化財室には、主験道時代の資料が展示されている。車両は3両。車両長6.6メートル、幅2.4メートル、高さ3メートル、 定員41名。車体色はシルバーを基調としている。当社両の駆動には安川電気製のインバータが使用されている。幸い駅花駅三道駅上駅。ありがとうございます。